ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、デラキラスでーす。ということで、今回もウルトラ怪獣バトルブリーダーズやっていきましょう。さあ、今回はですね、ついに、ウルトラマンメビウスに登場した、あの究極鳥獣が登場ということで、まずは、プレゼントから見ていきましょう。うわ、石が、ありがたい、ありがたい。ということで、ね。で、まあね、今回、究極鳥獣が参戦するというのもあるんですけれども、なんと、来たぞ我のゴールデンウィーク2倍キャンペーンということで、なんと、すごいよ、これが。ラボにて、強化超成功大成功が2倍。そして、素材クエストドロップ量2倍。DNA クエストドロップ量2倍。ショップのアイテム DNA ダブルキャンペーンということで、ね、2倍ということで、これはありがたい。僕のね、このキリエルさんもね、この DNA クエストをね、バンバン育てていきたいと思っています。あとは、まあ、マーケットで、はぁ、出たー、キングオブアーンスですね。はい。かっこよ、かっこよ、なんだこれ、かっこよ。あ、そういえばさ、ウルバトさんの公式ツイッターのアイコンが Z 星人になっててちょっと面白かった。まあ動画見ましょう。あ、動画とりあえず動画。おー、出た、この声だ、この声だよね。うわー、クルメイト P。 うわー、めっちゃかっこ、あ、うわー、この打ち方が、この打ち方、この打ち方、完全に映画の再現じゃん。うわー、分かってるなー。めっちゃかっこよくない？めちゃめちゃかっこよ。ほんでね、まあ、僕の好きそうな、まあ、この脳筋タイプということで、まあ、すごいそそがりではするんだけども、まあ、綺麗ルールの方ばっかなんでね、僕は今回パスします。はい。まあ、ただこの脳筋いいよね。うん、まあまあ今回はパスします。まあそんな感じでね、まあかなり熱いアップデートになっておりますね。レッドクエスト出た、決戦ユーキラーザンス。うわ、待って、かっこいいなー。究極鳥獣ユーキラーザンス降臨。究極の名に恥じぬ圧倒的なパワーは一筋縄では倒せない。膨大な体力を削って撃退せよ。最強チームを編成して迎えということで、なんと、今回もユキラザウルス、めちゃめちゃ強いらしいです。はい、今回はね、HP 引き継ぎバトルとなっておりまして、1回で倒せなくても、撤退という形で、2回目、3回目と戦えるというわけですね。で、その中でも HP をゴリゴリ削っていって、まあ、戦うという、そういう感じとなっているらしいです。で、今回はね、10体以内ということで、結構ね、その、最初の方から始めたブリーダーにとっては、その、強い相手と戦えるということで、いいと思うし、最近、始めたブリーダーの方は、そんなね、強い怪獣とかまだ揃ってないからね、勝てるわけないよってね、まあ、思うかもしれないんだけれども、そう、何回も戦えるから、その最近始めたブリーダーさんでも、もう全然ね、挑めるということで、さすが運営さん、平等で楽しめるという、ね、すごくいいシステムだなと思いました。ということでね、今回僕もね、頑張って戦っていきたいと思います。まあ、まずはね、ノーマルからやっていきましょう。さあ、ブリーダーの皆さん、喜んでください。喜んでますよ。そうです。ユーキラーザウルスですよ。もうさ、ナビさんに完全にさ、僕らのこと分かっちゃってるよね。ユーキラーザウルスで喜んでますよ。はい。皆さんにユーキラーザウルスを育成していただ、そうなの？そうなの？僕らが育成するの？なるほどね。なんかナビさんの科学力が怖い気もするけどね。ユキラザウルスをこう、再現するっていうね。頭文字にウルトラの U と付けるぐらいに、ウルトラ兄弟への恨み、つらみ、溜め込み、そその怨念の集合体で目指された究極鳥獣です。
さすがは異次元人ヤプールさんが生み出しただけのことはあります。その体を見るからにとても大きく高い攻撃力と途方もない体力を持って今バトルフィールドで暴れています。ということでいつものようにいつものごとくチームを編成していただいて、ゆきどさんです、撃退してくださいね。音符マークが怖い。あーなるほど、わかりました、まあ、かなり強いらしいということで、はい、わかりました、頑張ります。私はここで高みの見物ではなくナビさん怖いよ、ナビさん怖いよということで、頑張ってね、やっていきたいと思います。で、今回ニューキラーザルドスは技属性ということで、まあ、僕のね、あのパーティーはかなり力の属性を持っているくらいね、かなり有利っちゃ有利ですね。オモラさんでも連れてこうかな。で、パーティーいろいろ考えたんだけれども、今回キリエロイドさんはね、不利かなということで、まあ、キリエロイドさんは持っていかずに、どうしようかな。まあ、ちょっとゲランダちゃんは相性悪いけど、なんだかんだ使い勝手がいいし、まあこんな感じでいつものパーティーでやっていこうかなと思います。で、まあね、ヤプールさん連れてこうかどうしようか迷ったんだけども、やっぱね、ヤプールさん SP 現象がね強いので連れてきます。ということで、いきましょう。ドゥ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 、あー待って、めちゃめちゃかっこいい。おーおー、そしてですね、なんと今回から3、4、こんな感じでね、早送りがかなりこうできるようになったらしいので、すごくはかどりますよね、まあ、周回にはかなりはかどると思います。まあ、今回は2でやっていこうかな。で、待って、 BGM 聞いて、ドゥ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 、うわー、なんか強そうだなー。てかさ、でかい、待って、でかい、これユーキラザルスネオじゃないのよ、ネオじゃないのにこれだけでかいっていうのはね、うわー、使いてーなー。今回はね、まあユーキラザルスを使うことはできないんだけれども、まあそのうち使えるようになるのかな。で、攻撃が届かない、攻撃が届かないっていうね。どうする？まあ、攻撃届かないしね。まあ、ノーマルタッチキンだってもしょうがないか。こんな感じでいきましょう。ほう、SP アップ。うわー、もう必殺技溜まっちゃった。待って、必殺技。かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。そして必殺技の射程がめちゃくちゃ、めちゃくちゃじゃないか。うわぁ、これはなかなか、なかなかですね。待って、全然届かないんだけど。え、待って、全然届かないんだけど。あ、これなんかさ、チキンになるんでさ、行けばよかったんだね。失敗したね。完全に失敗してる。完全に失敗しました。でも全然これ届かない。通常攻撃。あー、かっこいい。かっこいい。よくね。まあ、とりあえず1回目は、まあ、このユキラザウルスをね、探るということで、まあ、頑張ってやってきてましょう。ああ、もう攻撃移ってるの、反撃、反撃までこいつついてんの？マジで。ただもう、ああ、強いね、強いね。うわ、反撃強い。待って、強い。すごい強い。毎回反撃してくる。待って、ノーマルなのに、ものすごい強さですよ。あー、強い。あ、これは強いわ。
で、SP を下げましょうと。はい。SP 下げられるよね。うん、下げられた後。あ、SP アップ、アップ、強い強い、ザウムス・スティンガー、まあ、ザウムス・スティンガーの攻撃力はそんなでもないけど、マジかー、えぐー、えぐすぎまへんか。はい、1270、まあ、攻撃は結構通るね。オッケーオッケーオッケー。防御力ダウンで、GB を食らわせましょう。あー。で、メフィラステージも必殺技を打ちましょうと。めちゃめちゃ強いですやん。パス、いいね、いいね、いいね。まあ、そこそこ攻撃とるね。待って。ヤプールさんが SP ダウンをやったところで、SP アップするから、結局変わらないっていう話？だったら必殺ルートがいいじゃん。ディメンションベアラー、いいね、強いね。ヤピッツさん死んじゃった。強っ、待って、強っ。ああ、そう。で、で、今6ターンか。6ターン。パルゴンで攻撃しての、いや、なんだ。うん、やっぱり、ジェロニオンコップ連れてった方がいいかな、やっぱ、うん。ちょっとね、どれだけ強いのかっていうのが分かんなかったから、ね、あれだけど、これはね、あ、やばい、パンドン死ぬ、パンドンが。あー、パンドンが、かっこいいなー、でも、あ、絶対。強っ。待って、ノーマルで強っ。まあ、ジェロニオンコップ。ね、こんな感じでいこうかな。よし。さあ、ノーマルで、まあ、初戦ね、強いとは言ってもね、とは思ってたんだけども、これは強いね。これは強い。うん、でもね、いいね、いいね。やっぱこれぐらいの手応えがあると、やっぱり楽しい。あ、せっかくだから、早送り見てみようか。3で見てみようか。もうね、あ、早い。これは確かに早い。もうね、あと、もうちょっとずつ猛進で行きます。小細工してても仕方がないんで、うん。どんどん行っちゃいます。じゃあ次4見てみようか。あ、早い。早いね。これはいいね。で、はい。ジョイモン攻撃する。あ、いいね。早い。あ、SPA。ああ、早いな。ちょっと待って、僕の動体視力が追いつきません。なので、2で大丈夫です。普通に、なんだろう、演出とかも楽しみたいなっていう時は、やっぱ2がちょうどいいや。こんな感じで、これでしょう。うん。待って、さ、ユーキラザウルスさ、体がでかいじゃん。どこにいるのかがさ、どのマス目にいるのかが若干分かりづらいっていうね。はい、コップさん。はい、510。結構取るね。わ、反撃。反撃が強いね。ゴモラさんの攻撃取らないか。で、じゃあここで。一応、ポイント。まあ、719。そこそこは取る。SP ダウンしても、またアップするんだよね。あ、今回しなかった。オッケーオッケーオッケー。あ、このターンでいけそうだね。このターンで倒せそう。じゃあ、フレイムスフィアシュートで、射力底上げしてから、パンゴンでとどめさせてもらおうかな。フレイムスフィアシュート !704。さあ、パンゴン、とどめだー！オッケー。あれ？攻撃だったね。必殺技じゃなかったね。あ、倒したー！イェーイ！
強っ。ただね、楽しい。やっぱここまで、なんかすげえ、なんかいっぱい落ちてる。いっぱい。わ。あー、いっぱいだ。あー、技のいっぱいだ。バンド DNA7 個、ありがとうございます。ゆきなさんもそっと楽しかったですか？ちょっとどころかかなりの衝撃ですね。これは本当に無事帰還されてよかったです。あなたが整形した後、いろいろと調べてみたのですが、ユキラゾルスのデータを実行する際に、思いもよらぬオーバーロードが発生したようです。最近、立て続けにトラブルが発生していて、何やらですよ。何このウルバトがものすごく不穏な雰囲気ですよ。ほぼ不穏だよ。大丈夫？何それ？怖っ。はい。ダウンサイジング必要ですね。入手可能になるまでしばらくお待ちか。あ、ってことは、これから入手できるようになるんだ。うわ、嬉しいなぁ。はい、わかりました。ユーティラゾルスと戦うので何度もトライします。じゃあ次は、ハード行きたいと思います。あ、待って。ランキングとか見てみようか。ランキング。すごいなぁ。もうみんな1017ポイントも溜まってるわ。で、今回ね、そう。累計が1017ポイントが出てますけれども、こうね、みんながいっぱい倒すことによって、またウルトラストーンとかね、たくさんもらえるのでね。で、皆さん頑張りましょう。さあ、それでは次はね、ハード行きたいと思います。それでは、行こう。ここに来てね、力属性脳筋パーティーが役に立ったね。これは嬉しい。じゃあ、次はハードということで相当強いと思いますが、頑張ってやっていきたいと思います。うわ、早速いろいろ上げてくるね。軽く上げてくるね。ドゥ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 。それにしても BGM がたまらない。うわぁ、タイラント強え。タイラント強え。移動力が半端ないっすね。まあね、ユーキラザウルスの装備はさ、ものすごく出来が良くて、ウルトラマンメビウス放送当時にね、発売されたものなんだけども、ものすごくクオリティが高くて、今もヤフオクとかだとね、めちゃめちゃ高騰してますね。なので、かなり今からね、手に入れるのも大変なんですけれども、僕、赤い日までするの？こんなちょっとでかい体して。マジですか。まあ僕もね、まあ以前7000円ぐらいでね、ヤフオクで買ったんですけど、結構高かったね。こんな感じで。はい、命中アップ。すごいね。めちゃめちゃ能力底上げしてきますやんっていう。ただ、ユキラザウルス参戦したら、やっぱり欲しいなぁ。さあ、さあ、行きましょう。どんどん攻撃しちゃいましょう。で、ジェロニモンも。まあ、ただ、ユキラザウルス特に移動をしてこないんだね。うん。歩かない。全く歩かない。うわぁ、強え。攻撃力強えなぁ。で、パンドンがまた攻撃が届かないと。あ、失敗したな。自分は失敗したな。タイラント。うわぁ、強え。体力がもう20しか残ってない。うわぁ、失敗したー。完全に、タイラントこれは攻撃すべきだった。1235と。まあなかなか通りますね。必殺技。ザウルススティンガー！うわぁ、強い。ジェルニモンが、ああ、そっか、ジェルニモンが死んじゃったかな。ジェルニモン。また、ただ、パンドン強えなぁ。パンドンやっぱさ、ターン数が重ねば重ねるほど攻撃力がアップしてるから、もうね、めちゃめちゃ強い。2003とか言っちゃってね。かなり強いですね。さすがパンド。フラッシュカップシャッター。
強いね、1692。めちゃめちゃ通るやん。さあ、タイラント3人もね、頑張っていただきまして。ヤプーは、一応 SP 下げていってもらおうかな。はい。うん。うわぁ、うわぁ、ここでヤプールさんが。あぁ、ヤプールさんが死んでしまいました。はい。つえ。つわーい。強いよー。はい。はい、ここで。ね、パンドルとコップが行ってしまいましたね。一応フレームスフィアシュート、フレームスフィアシュート話しとく。うん、フレームスフィアシュート、これはね、一旦、その一旦っていうか、その10ターン以内でほんと倒せるってほんとすごいね。うん、僕の力ではね、さすがにね、10ターン以内でね、倒すことはね、無理ですね。やっぱりね、一度撤退しないとね、相当厳しい。いるんかな？撤退せずに、10ターン以内で倒せちゃう。まあ、いるだろうな。うん、この世の中にはさ、うん、僕よりもね、さらに強いレイオニクスがね、もう5万といますから、まあ、勝てる人はいると思いますが、うん。これはなかなか厳しいですね。全然勝てないもん。全然勝てないもんってか、まあ、ね、撤退すれば勝てるけど、なかなか厳しいですね。さあ、イベントフェスト、勇気がザイルストーリー。ハードでもめちゃめちゃ強い。ハードでもめちゃめちゃ強い。さあ、ショット。ふーっとちょっとなのに、あとちょっとなのに死にそう。ああ、やばい。これはダメなんじゃないかなー。ああ、これジェロニモも死んじゃ、ああ、ジェロニモも死んじゃった。あとちょっとなのに、あとちょっとなのに。じゃなくて、やっぱゲランダ、ちょっともう一回ゲランダにしてみよう。うん。一回ゲランダにしてみます。強っ。めちゃめちゃ強いや。これ多分オープンでいけるんじゃん。もうオープンでいけるんじゃん。ね。うん、早っ。オート早っ。うん。まあ、ただね、こうやって周回するときはね、オートで倍速しながら、いいですね。うん。すごい効率化できるので。はい、倒したと。オッケー。倒しました。強かったなぁ。強かったなぁ。ハードでもめちゃめちゃ強かったなぁ。まあね、途中最後、エキスパートもね、もちろんやりたいと思います。おー、いっぱいだー。アイテムがいっぱいだー。最後、エキスパート、スタミナ20の使いますね。眼球にしましょう。レントクエスト、ユーキラーチャーです。このクエスト、眼球めちゃくちゃ、実は相性がいいんじゃないか説。おいと。ここで、ああ、でも、めちゃめちゃ攻撃飛ぶな。攻撃集中。これで多分、ユーケラーザイルスはね、他の怪獣たちは攻撃しなくなりますね。また、どっちにしろ必殺技の射程が広いからあんま関係ないや。あんま関係ないや、多分。いやー。待って、エキスパートだと HP33,000 万3000。めちゃめちゃ強い。わー、わー。強いなー。必殺技の射程がどんどん上がっていくからね、めちゃめちゃ強い。さあ、そういうの、うわー、いやー、強いなー。強っ攻撃もね、結構ね、通らなくなってきたので、ガードも強いし、反撃は強い、反撃も強い。うん、
交互優れすぎちゃってるね。これはきついぞー。おぉ、パンドン強え。うわ、反撃がきついね。反撃がきついね。530。微妙だな。あ、ダメだ。ゲランダはこのケースは、やっぱダメだ。やっぱりダメですね。はい。回避されちゃって。海外吸収できるんかな？こんな、体がでかくても、海外吸収できるかなと思ったけど、回避されちゃいましたね。強っ。たったの3ターン、今4ターン目でもうかなりね、体重が減らされてしまいました。これは何ターンかければ倒せるんですかね。よし、ショックショット。うお、強い。1250。これは、コップとパンドンは、絶対入れといた方がいいわ。コップとパンドンさん、マジで強い。これでさっきからさ、必殺技溜まってんのにさ、攻撃しかしてこない。これは、攻撃集中の、効果なんでしょうか。あ、こんな体でかくても体内吸収できた。おい、行け行け。ああ、ここで、ああ、ポップが、スーパーポップが。おい、バンド。1978。うわあ、強っ。ああ、ここで必殺技を打たれちゃった。ああ、絶対。行くよー、もうどんどん行っちゃうよー。よし、行こう。いやー、強いねー、キスパート。復活したー、キャーゾー、うわー、HP18。行け、行け、2件目増やす、回避。天地獄。でも、天地獄よりも通常攻撃の方が強かったかなっていう。パンドンね、必殺技の火力が特に上げてないのでね。通常攻撃の方がね、多分強いと思います。さあ、2回目の撤退です。2回目の撤退です。よし。やっぱヤプールだな。やっぱヤプールだな。何かとヤプールだな。さあ、行くぜ行くぜ。なるべくパンゴーは最後まで生き残らせたい。さあ、これで SP を下げられたら、ありがた、ヤプールが行ってしまいました。ゼフィアシュート。ゼフィアシュート、便利やな。これで、必殺技アップして、はい、地獄と。違う3000。いやー、ここでやられちゃうんだろうなー。やられるね。はい。そうですよね。強いねー。めちゃめちゃ強いね。よし、行くぞ。いや、次でとどめを刺したいが、難しいかな。13000でしょ。ジェロニモン、もう少し攻撃力があれば、よかったんだけどな。あとは、コップが、コップ必殺技止まる前にな、やられちゃうからな。あと16008。あれ、不足だな。うわー、強い。あ、やべ。ジェロニモンリーダースキルに行っちゃった。間違えちゃった。あ、でも。あ、行ったな。メフィラス星人の回避にかけてみようかな。そういう作戦に行きたいと思います。はい。これがうまくいくかどうかはわからないですが。まあ、やってみたいと思いますよ。全然ダメですね。
はい。あ、復活した。復活した。すげえ。この作戦は、失敗ですね。失敗ですね。運なのね、危ないかな。394。そんな遠くないかな。ジョブマケ、ケジョブマン、740、740。強いなぁ、めっちゃ強いなぁ。あー、ジョブマンじゃん、ジョブマンか、意外と耐えるな。あー、ジョブマン意外と耐えるな。意外とキャンプ派なのかもしれない。そう、行け、アンドン。おー、いいねー。いいねえ、攻撃通らないねえ。ジェットもうまくいってないとして。ふっふっ、あ、あれ、今回の試合で倒せるんじゃないかな？ギバック。ドリップ、ゲーム。いけ、頑張れ。今回のターンで、今回の、うわ、強い。やめろ、しろしろしろ。後ろの二人が死んだ。よし、だがしかし、ここで超攻撃タイプのポップとパンドが生き残った。行くぜ。フライングスフィアシュートで必殺技を底上げします。そしてコップ行け。スーパーコップ。フラッシュカップシャーク。いいなぁ、兄さん。で、1234。倒せちゃう。いけ！火炎地獄！倒したー！つれー。あー、50分も取っていますね。50分も取ってますね。強っ。はぁー。なんかく。あー、強い。疲れたー。めっちゃ強い。弁当。あー、石が嬉しい。ノーマルを2回クリアする。ハードを2回クリアする。エキスパートを2回クリアする。という感じで、石ありがたくいただきたいと思いまーす。はい、という感じでね、エキスパートのユギアザルスも倒したわけなんですが、これはきちいね。きちいね。めちゃくちゃ強い。さすが、究極鳥獣の名に恥じぬ圧倒的なパワーでは、で、ございましたよ。ええー、もう、ろれつが回らない。強い。まあ、ぜひね、皆さんも、このユーキラーチャウルスと戦ってみてはいかがでしょうか。フレンドの枠をね、僕はパンドンに変更しておきましたので、まあ、フレンドの方はですね、僕のパンドンをぜひ活用してみてはいかがでしょうか。攻撃力はかなりあると思いますのでね、ダメージを減らせるのに役に立つと思いますよーという感じで。はぁー、疲れたー。まあ、こんな風にランキングもね、ありますので、ぜひ皆さん、頑張って、勇気なザウルス討伐集会、頑張ってみてください。ということで、ちょっと行きます。チャンネル登録でございました。ではまた、バイバーイ。